あ、できた、できた。ハロー、アイアムすき焼き。今回ね、ゲーセンでじゃがりこ取ってきました。3個。一発です。100円で取ってきましたね。じゃがりこってもう普通に食べたら面白くないですよね。僕はね、ちょっと考えましたよ。じゃがりこって、もうパッと見あれじゃないですか、形が。シガレット。シガレットですよね。だからこれをちょっとシガレット風に食べたらいつもより美味しくなるんじゃないかと思ってやりました。まず最初はじゃがりこチーズ。まずは普通に、うん、うまいうまい。Next is じゃがりこシーザーサラダ味。これ食ったことないんですよね。あ、うまい、めっちゃうまいこれ。うますぎないね、これは。ちょっと美味しくないね。うまい。ありがとう。あ、Next is じゃがりこじゃがバター。じゃがバターね、これは一番いけるでしょう。よし、うまい。ちょっと聞いたんやけど、あっ、うまい。全部試した結果、最下位はこれですね。シーザーサラダ。サラダをじゃがりこにすること自体間違ってないわ。間違ってはないよな。2位じゃがバター。大本命だったけど意外と普通でした。やっぱ1位はチーズでしたね。めちゃくちゃうまかったです、これは。みんなも試してください。バイバイ。